京都市立二の丸北小学校は京都市伏見区向島二の丸町にあった公立小学校。略称二の北小、北小、二の北。向島ニュータウン西部を学区とする京都市立向島二の丸小学校の児童数増加に対応するため京都市立向島南小学校を向島津田町に移転し移転後の跡地に開校した。 高年少子化の影響により、児童数が減少し、周辺の小中学校を統合した小中一貫、教育校を建設することになり、建設地として本校敷地が選定されたことから、先行して、向島にの丸小学校に統合される形で2016年度末に閉校した。閉校前は1学年に1クラス程度に減少していた。2019年、本校跡地に、 向島二の丸小学校、急二の丸北小学校、向島南小学校、向島中学校の四校を統合した小中一貫校、京都市立、向島修練小中学校が新規開校した。向島二の丸町を校区とする。卒業後は原則京都市立向島中学校に進学する。学校だより、二の丸北2011年4月号、京都市立、 二の丸北小学校。2011年6月18日へ閲覧。本校が先行して統合されたため、統合時は参考になっている。4月5日、伏見区初となる小中一貫教育校の開校へ。伏見区役所2017年4月5日。ありがとうございます。